ブラウンシュバイク自由州は、バイマル共和政下のドイツ国にあった州である。ドイツ革命で解体されたブラウンシュバイク公国の領土がそのまま自由州となった。州都はブラウンシュバイクに置かれていた。ブラウンシュバイク自由州の範囲ブラウンシュバイク公国は、1814年のウィーン会議の後、ドイツ連邦の両方国家として成立した。その範囲は、西は、 ベーザー川沿いのホルツミンデンから東はハルツ山地のブランケンブルクとカルフェルデまで伸びるブラウンシュバイクボルフェンビュッテル高領の領地であったが位置つながりではなく多くの飛び地があった。ブラウンシュバイク公国の領土はプロイセンのハノーファー州とザクセン州にそのほとんどを囲まれていた。1913年にはハノーファー家のエルンスト・アグストがブラウンシュバイク公として即位した。 1918年11月3日のキールの反乱の知らせを受けたドイツ独立社会民主党は地元の革命家を率いて刑務所を襲撃し鉄道駅と警察本部を占拠したほかブラウンシュバイク宮殿に攻撃を加えた11月8日にはブラウンシュバイク公エルンスト・アウグストは退位を余儀なくされ亡命した11月10日には 独立社会民主党革命評議会が統治するブラウンシュワイクレーテ共和国の樹立を宣言した。しかし、1918年12月22日に行われた最初の議会選挙で独立社会民主党は得票率27.7%を抑えたドイツ社会民主党の公人を廃止、ソビエト共和国を建国する試みは失敗に終わった。 1919年2月22日には、独立社会民主党のヨーゼフ、ゼップ・オーターを主犯とする独立社会民主党、社会民主党の連立政権が発足し、議会制民主主義共和国を施行した。しかし、共産主義者を中心とするスパルタクス団が、首都ブラウンシュバイクで放棄し、4月9日にゼネストを呼びかけるなど混乱した。その4日後、ドイツ国政府は、 ブラウンシュバイクに非常事態を宣言し、ゲオルクルートビヒルドルフメルカー率いるドイツ義勇軍の支援を受けてスパルタクス団を鎮圧した。ブラウンシュバイク衆議会議事堂1919年4月30日には、ブラウンシュバイク議会で社会民主党のハインリヒアスパーを首相とする社会、民主党、独立社会民主党、ドイツ民主党の連立政権が発足した。ドイツ義勇軍は、 その10日後にブラウンシュバイクから撤退し、6月5日にはドイツ国政府も非常事態を正式に解除した。ヤスパー政権政府の公共政策は安定していたが、1920年の州選挙で社会民主党が大きく議席を失ったことから、首相は独立社会民主党のゼップオーターに交代した。1922年1月6日には、 ブラウン・シュバイク自由主憲法が採択された。1922年の選挙では、社会民主党、独立社会民主党連立政権は過半数を失い、社会民主党は連立の相手を自由党とドイツ人民党に切り替えて政権を維持した。当時新興勢力だったナチ党は、ブラウン・シュバイクとボルフェン・ビュッテルに最初の地方支部を設立したが、 1923年9月13日に州政府の禁止命令で閉鎖した。それにもかかわらず、1924年にゼップ・オーターが左派から右派に収支返して、ナチ党に参加すると、ナチ党は衆議会第一党となった。1924年の州選挙の後、人民党は様々な国家自由主義政党や保守政党と合同して、 右派連立政府を成立させた。その中には、ミュンヘン一揆で非合法化されたナチ党の偽装組織である国民社会主義自由運動も含まれていた。ハインリヒアスパー率いる社会民主党は1927年の選挙に勝利して再び政権を握ったが、1930年の選挙では過半数を確保できなかった。 一方のナチ党の得票率は22.9%に達し、アントン・フランツェンを内務大臣として入閣させた。フランツェンは1931年9月15日には、同じくナチ党のディートリヒ・クラッゲスに交代した。ブラウン・シュバイク入りしたヒトラー。右は、州内省フランツェン。1931年クラッゲスは野党寄りの公務員を解任し、 1931年10月のハルツブルク戦線結成に貢献した。ナチ党に対する特に大きな貢献は、7年間にわたって無国籍者であった元オーストリア人のナチ党総統アドルフ・ヒトラーをブラウン・シュバイク自由州のベルリン駐在公使館付3時間に据えることでドイツ国籍を取得させ、1932年、 ドイツ大統領選挙に立候補できるようにしたことである。最初はブラウンシュバイク工科大学の職を与えて国籍を取得させようとしたが叶わず、1932年に来日参議院に派遣する州代表団の公務員に認じたのである。州の公務員には州の市民権が与えられるため、自動的にドイツ国籍も与えられるというからくりであった。 この感触は高級であったが、ヒトラーがこの感触で活動した記録はない。その後、1933年1月30日にヒトラーがドイツ国首相に就任すると、この感触は解かれた。ナチ党の権力掌握の前後には、ドイツ共産党員や社会民主党の政治家の多くがブラウンシュバイクで逮捕された。1933年3月の国会選挙の 結果を受けて、衆議会の党派構成も再編され、全国で国家人民党の議員がナチ党に交流したため、衆議会議員はすべてナチ党所属になった。クラッケスは5月6日にブラウンシュバイク自由州首相に選出され、同じくナチ党のフリードリヒ・アルパース法相やフリードリヒ・エッケルン警察長官と共に恐怖政治体制を確立した。しかし、 その後の強制的同一化により、司法権や警察権が中央政府に集約され、さらに行政権も国家代理官の手に移ると実権を失った。最後の衆議会は1933年6月13日に開会し、10月14日に閉会した。1945年4月12日に米軍がブラウンシュバイク氏を占領し、ナチ党政府を放逐した。 その後、ブラウンシュバイク自由州は、東部のブランケンブルクとカルフェルデが、ソ連の占領下に置かれ、新たに発足したザクセンアンハルト州に編入され、残りの部分は、イギリス軍占領地帯に組み込まれた。1946年5月7日に、イギリス軍政当局は、社会民主党のアルフレート・クーベルを州首相に任命し、11月23日には、ハノーファン州及び、 オルデンブルク自由州、そしてシャウムブルクリッペ自由州と合併させ、ニーダーザク選州を置いた。ブラウンシュバイク自由州の領域は2004年に再編されるまでニーダーザク選州の県であった。1922年のブラウンシュバイク自由州憲法は2011年のニーダーザク選州議会決議まで廃止されずに残っていた。 1918-1919年、ゼップオーター1919-1920年、ハインリヒアスパー1919 19から1920年、ハインリヒアスパー1920-1921年、ゼップオーター1921-1922年、アウグスト・ユンケ1922年、オット・ー・アントリック1922年、 ハインリヒアスパー1924-1927年、ゲルハルト・マルコルト1927-1930年、ハインリヒアスパー1930-1933年、ベルナー・クーヘンタール1933-1945年、ディートリ・ヒクラッケス1945-1946年、フーバート・シュレブッシュ1946年、アルフレット・クーベル・アンハルト及び、 ブラウン・シュバイクの国家代理官19331935年、ビルヘルム・フリードリ・リヒレ・パー19351937年、フリッツ・ザウケル19371945年、ルドルフ・ヨルダン・ブラウン・シュバイク自由州の領域変化、ブラウン・シュバイク自由州は当初、ブラウン・シュバイク氏と以下の農村部で構成されていた。1942年4月1日には、 ゴスラー軍とボルフェンビュッテル軍を合併して、バッテンシュテッドザルツギッター氏が置かれた。ありがとうございます。